どうも、寺田です。今日もミンゴルやっていきましょう。デイリーコン、さてと、2回のうち1回に入るなんていうことをやんなくちゃいけないんだよな、ここにおいては。いいわね。おあら。だらそういう意味では4回打つのが基本。1の4、1の1、2、3、4。思ったより左に行くんだっけ？いや、これでいいや。41。どう？いやー、そっちか。1の3か。これ本当に2分の1とか可能性あるのかな？1の3が正解。あの2打目ブレなしっていう、まあそういう可能性をちょっとないんですけど。そんなのまずないんですが、あの2打目ブレなしじゃないと2分の1なんていうのはありえないので、自分は今これをやってるのはですね、2分の1できるっていうふうに誰かが言ってたんで、これは1の2とかじゃない？ 1、2。 さっきは1の4でダメだったんですよね。1の3でダメだったんだっけ。これでいいような気がする。OK！ いいわね。で、連続アルバトロスチャレンジいきましょう。レンアル。1、1。ああ、ダメか。ダメか。1じゃない。6かな。まあ、ブレかな。連続アルバトロスチャレンジならず。しかし、今3分の1。どう？2分の1確率チャレンジ。やりましょう。これで一回、まあ、落ち着くというか、まあ新しいやり口ですね。これでいこうかな。
あら。はい。ブレなし。ブレありか。いやー、右側にブレてるか、右下か。でもこれブレなしだな。0.3 だけやるか。よっ。1,2,3,4,5,6,7,8。今これです。かなり自信あるんだけどね。40か。うわ、外した。くっそ。いやー、違う。1だったかな。1/4になりました。どう？はい。終わります。ランクマ。ちょうどいいじゃん。サバワイと同じ BGM、 ちょうどいい。雨、嫌だ。雨がしとしとかな、これ。しとしとザザ、どっちかわかんない。ぴったりでだいたいつくんですけど、雨なんで。雨、いいんじゃない？まあ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 。勝ったかな？ジャッシュすれば勝ちだったかもしれないけど。祝報、あ、じゃあまあ勝ちかな。めっちゃいいじゃん。ああ、危ない危ない。対戦相手来ない。挑戦権もうちょっと先か。まあちょっとやろうかな、そっち。56,000か。ちょ、みんなでゴルフやります。ですね。まあ、昨日一回やったので、大体わかるんですけど、まずは、ここは、しばき上げます。まあ、だよね。二打目入れな、ここで入れなきゃ意味ないんで。まあ、これでも入るよねって感じじゃん。1,2,3,4,5。マイチャレでいいや。21で9ヤードショットか。3.5 上。全力打破の方がいいんじゃない？いいね、こういうことだね。うん。まあ、一回一周しますか。これでいいんですよ。最悪これでよし。ただ、ここに関しては、あれだね、ホールインワン可能かな？
これホールインワン可能もしかして。406ヤードある。ないか。406ヤードはなくても、まあフェアウェイにボール落とすことはできるかな。最初は肝心ですね。で、1、2、3、4、5、6、7、8だったかな、か 7.5 とかだったような気がする。やべえ、やべえ、やっちまった。はは。ああ、これでいいかな。そうか、最初のショットでパワー使っちゃったわ。まあなん、ギリギリいけんじゃね。どう？風よ。オッケー。当然。ここはどうだったか。1。まあ1かな。下。1ちょっと足りなそうなんだよね。1の1、2。こんぐらいしとっか。で、長方を 5.7。ぴったりいいよね。オッケー、入ったんじゃないこれ。マジかー、マジかー、惜しいね。でも大体は分かった。ここの攻略はまあバッチリだ。次は入るわ。どう？で、最後がここか。リボ所で、まあ、これを見る。今回はね、左か。左だったかな。どこだ？どれを見ればいいんだろうね。左、右に行く傾向があった。かなぁ。って考えたら、ちょっと左に寄すか。こうしとっか。でした。 2.6 マイナスだからぴったりで、うん、悪くない。よしよしよし。どう？ブレはこんな感じと。うん、左ブレだったね。まあ調整したけどこんな感じなんだね。最初はよし、まあ9ヤード8ヤードがちょうどいいかな。はい、いきます。前失敗、ステーブルパワーで我慢します。どっちかって言ったらもうこっちに打っといていい。2打目入れるつもりで、ラフでも何でも2打目入ればいいから。
で、この角度は10でマイチャレでいい。で7はないな、7はない。20強めに打つか、10これちょっと打ってみっか。バー、距離はね悪くない、距離は悪くない、角度が悪かった。よし、最初あれか、低反発で打って2打目決めに行くのがいいかな。でここで 1,2,3,4,5,6,7 でこうだから7の拡大 1,2,3 これでいいんじゃない、これでね。で超フルにして何も考えずにぶっ放す。これは気持ちいいね。でまあ前回のことを踏まえる、これ1なんだけど、1のこんぐらいにしといたっけ、3にしとくか。そしたら下で、でホーミングにしてぴったりでいい。2ヤード強めか、まあまあまあ、あー外した。あー、どう、いやーそうなっちゃうか。2が邪魔だったね、2が邪魔だった。まあまあ次だな、距離はバッチリ。どう、最初のホールと次のホールも入れることはできる。これはこれは全然ある。まあ自分が下手なだけ。お、マスクでも開くようになった、やったぜ。マスク着用時にフェイス ID を使用する、後でセットアップ、続ける。ああ iPhone がマスクした状態で開くようになりました、やったぜ。これ iPhone12 買った意味あったね。うん、指紋認証なんていらんかったんや。ブレ見よっかな、わかんないもんね今回。左か、なあ左にブレるんだったらまあこのまま打ってもいいか。ディボショーいいんじゃない、いいよね。ぴったりでいいか。オッケー、どう、うん、そう、もうちょい強めでよかったか。よし、
4ハンダーを3回取った結果、9634位。まあ悪くないね。意外にやってる人いないのかな。2万いったね。これを受け取る、挑戦権受け取る。7倍チャレンジやります。さらなる挑戦権受け取る。この7、あーギアヘブ、やべ、やらかした。もう対戦相手というよりコースなんだよな、もう、もはや。超フルで、風か。ちょうどいいけどね、12メーター上。風見ようか。横風か。12メーターか、全力ぶっぱで OK。1、2、3。これぐらいだと思うな。いい感じ。あー、ちょっとブレてる。どう？きつい。7.7 か。まあ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 、2打目か。レーパーは。2打目で多分つけてくるよね。これ次のショットが大事だ。600。やったぜ。勝った。これは勝った。18位。そうだ、決めてくる。ロンパー17決め。4000。これ4000だから、これ入れないと負け。マジかよ。マジですか。あチャレンショ、チャレンショ無理か。マジで最悪、最悪。ちょっとな。最初ジャッシュすれば勝ってたね。そういうことはね。最悪だな。ということで、まあ、ガチャもできずと。ガチャできないんだな、これが。アバター欲しいね。アバター増やしてほしいわ。ちょっとアンケートに答えるわ。アバター増やしてくださいって。まあこんな感じでした。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。